内軍はアメリカ合衆国ネバダ州の軍である。2010年国勢調査での人口は43,946人だった。総面積は18,159平方マイルあり、大陸アメリカ合衆国の軍では第3位の大きさである。軍庁所在地はトノパーである。ネバダ州の人口重心が軍内ゆ価か近くにある。軍内には法人化された都市がない。 軍内最大の町はラスベガス市のあるクラーク軍に最も近いパーランプであり、ここに軍人口の86%が集中している。トのパーはパーランプから160マイル離れている。内軍は内の王国というあだ名がある。これはパーランプの12アートベルが司会するラジオ番組コーストツーコースト AM で名付けられた。ネバダ核実験場と計画中のユッカ山。 核廃棄物貯蔵所が軍内南西部にあり、州内でも政治と公衆の議論の大きな焦点になっている。連邦政府が軍内の土地の92%を管理している。このことも軍と州での議論の対象になっている。軍内には環境に配慮した地域がいくつかある。すなわちアッシーメドーズ国立野生生物保護区、ホワイト川、バレー、グレートベースンにあるスカイアイランド、 およびデスバレー国立公園の部分である。デスバレーへの観光客は、ベイディアルイはアマルゴサバレーに滞在することが多い。内軍は売春を合法化しているネバダ州11軍の一つであり、地元経済にはプラスの効果があるという報告がある。内軍は1864年に設立され、ネバダ順州の初代知事を務め、後に、 ネバダ州選出アメリカ合衆国上院議員となったジェームズ・ W ・ナイにちなんで名付けられた。最初の軍庁所在地はイオンにあったが、1867年にベルモント、1905年に現在のトノパーに移された。内軍が最初にブームを迎えたのは20世紀初めのことであり、ライオライトとトノパーさらにエスメラルダ軍に近いゴールドフィールドの街が工業ブームを経験した。 1906年のゴールドフィールドには3万人の人口があり、トノパーは1万人、ライオライトの最盛期は約1万人だった。これらの町はすべてトノパータイドウォーター鉄道で結ばれた。このブームが去ると内軍全体が絞んでいった。1910年までに人口は約7500人となり、20世紀半ばには3000人近くにまで減った。人口が安定したのは ネバダ核実験場ができてからであり、1990年代まで劇的な変化は起こらなかった。その後、パワーランプがラスベガスのベッドタウンになって成長した。内軍の歴史の中で軍庁所在地を南のパワーランプに移す、あるいは軍の南部を切り離すという議論が何度も出てきたが、どちらの案も軍政府あるいは州政府のレベルで十分な支持を得られなかった。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は18,159平方マイルであり、このうち陸地は18,147平方マイル、水域は12平方マイルで、水域率は0.07%である。軍内で標高が最も高いのは11,814フィートのジェファーソンさんである。内軍はネバダ州の南中部に位置している。 面積では、ネバダ州最大であり、国内でもカリフォルニア州のサンバーナディーの群と、アリゾナ州のココニの郡に次いで、第3位である。その面積は1,156万960エーカー、あり、マサチューセッツ州、ロードアイランド州、ニュージャージー州及び、デラウェア州を合計した数値よりも大きい。この広大な土地の中でわずか82万2,711エーカーのみが、 私有地である。その他の土地の大半は、連邦政府が管理する公有地になっている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、4225.415平方マイルが、ネバダ核実験場とネバダ核実験訓練領域の内軍に入る部分である。この国政統計区は、人が住んでいないものでは、国内最大である。クラーク軍のラスベガスはユッカ山の南東100マイルに、 あるパーランプ10人の多くがネバダ州道1 6 5号線を使って片道60マイルを通勤している。州道1 6 5号線はその全長の大半で4、車線の高規格道路になっている。内軍にはアメリカ国道95号線が通っており、州内で最も人口が多いラスベガス市とシュートカーソンシティをつなぐ幹線道路になっている。ベーデート トノパーの街はその経済を維持するためにこの道路に依存することが大きい。2006年時点でトノパーに近いアメリカ国道95号線を通る車の量は日に2000台である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。パーランプはラスベガスに近いおかげで成長してはいるが内軍の人種構成はクラーク軍のそれとは大きく違っている。 ヒヒスパニック系白人は現在でも人口の82.7%ある。2006年時点でアフリカ系アメリカ人は1.7%であり、軍内に住むアフリカ系アメリカ人の数が50%以上成長していることを意味している。ネイティブアメリカンは1.8%となっている。アジア系アメリカ人は1.0%となった。太平洋諸島系は0.5%、 ラテン系は11.0%である。アメリカ合衆国西部の伝園部にある多くの軍と同様に内軍は比較的自殺率が高い。内軍の年間自殺率は1980年から1998年の10年間で人口10万人に対し28.7561人である。ネバダ州の軍の中ではホワイトパイン軍とライアン軍に次いで第3位になっている。 国内でも高い方である、ネバダ州全体の平均22.96より高い、カーララからの道路、背景にある大理石採石場に向かう。ありがとうございます。